疲れた。4時間連続で体育ってこの学校どうなってんねん。時間割決めてんの誰？はい、まいっちゃ。はい。何してんねん。癒された。私の可愛さにはリラクゼーションの効果もあんねん。余計疲れた。さやかちゃんもやってみ、元気になれるから。やらへん。私はあんたみたいに可愛いアピールせえへんねん。もっと自信持ち。自分全然ブサイクちゃうで。別に思ってへんわ。そんな悲しい目でみんなやめてくれる？何これ。あ、知らんの？だるまやん。分かっとるわ。そうじゃなくって、なんでこんなところにだるまがあんのって話やん。さあ、誰かが踏んだら危ないで。片付けとこ。そやな、うん。ちょっともう何すんねん。ミルキー気ぃつけてよ。さやかちゃん、いやいや今のはあんたが悪いやろ。私ちゃうわ。さやかちゃんがぶつかってきたんやんか。すごい、ぶつかった拍子にきっと中身が入れ替わっちゃったんや。いや飲み込み早すぎやろ。マジか。なんだこれ。うぅ、胸でかー。見るな見るな。顔の下になんかついてる。アホや。空気を切るな。そんなエリちゃうわ。うわー、空気抵抗少ないからいつもより早く走れる。新幹線か、うまけないやろ。すごいすごい、ほんまにこんなことってあるんやな。あんたほんま強靭な精神やな。なんでそんな普通でいられんの。体育疲れた。あ、まんちゅん、授業お疲れ様。まんちゅん。さやね、何そのポーズ。なんか気持ち悪いねんけど。見て見て、セクシーやろ。どう、たまらんやろ。ちょっとリバポ、さやね、変な幽霊でもついてない。で、いや、何もついてないですけど。まあ、顔の下にでっかいフランスパンはついてますけど。誰の顎がフランスパンや。なんでさよねえの顎いじりに対してミルキーがキレてる。これには摩訶不思議な事情がありまして。